40分に行くって言って43分に行く耳ねえです。おはようございます。あ、ゴムしてくるの忘れて、歯のゴム、あ、光るマット忘れた。後ろ乗るんかな、後ろ、後ろ、ない、後ろ、えっ、おはよう、おはよう、出るときじゃないとさ、うん、郵便物見えへんやん、うんうん、で久々に今日郵便物見たわけ、うんうんうん、めっちゃ溜まっとってさ、うん、やばい、しゃめしゃめしたやつ、チラッとだけ見てカメラをつけた、はい、おはようございます、おはようございます、ちょっと待ってくださいね、うん、メイクしとんのにさ、メイクしてないみたい、よ、メイク映えしとで、できてる、うん、車来たで、うん、取れるの、取れるな、東京、朝ガソリン満タンにしてあるんだ、あのワンチャン、ワンチャンと思って持ってきた、うん、C タイプさせん、 C はないぞ、やっぱ USB やんな、やっぱな、やばい、いや途中で切れたら今日のもういいか、今日の動画やけどいいか、2時間ぐらい編集できたらそれでいいやろ、大丈夫、大丈夫やろ、ごめん。ゴー、レッツゴーゴー、え、C タイプやったらできるんか、シガーで C がないんや、シガーで。なんか、S、え、USB? うん。に変えれるやつがあったらいいね、うん。ワンチャンコンビニに売ってる。USB からこれはないやろ。あ、USB から C タイプに、そう。あ、そういうことな。そういうこと、そういうこと。に変えれたらそのなかなかだな。うん。え、パソコンさっき出てる？パソコンは、さっき出てる。うん。あ、もう7波に取られてね。もう、マイクラよ、マイクラ。マイクラもできるんか。できるできる。Java 版って言って。全然。全然、あの、スマホとか、うん、スイッチより全然、ね、すごい、そうなんだ。できんだけど。うん。広々空間。感動しとって。うん。7がハマったん ?7 がハマった。で、2時間ぐらいで、まあ、疲れるから。うん。視点がな、うん、スイッチはこんなんやけど、うん、こんなんやから、うん、画面が。だから、それで交代してくれて、やっとできてんけど。私、レベル上げ25ぐらいまでしかできんけど。それでも2時間しとった。しとった。やばい。私、チョコラ3時間つけとったから。やば。そんなもんや。パソコンゲームは。放置ゲーやからな、ほぼ。あ、そうなんや。うん。すごいな。マイクラだって夜の間何もできんしな。その集中力が私にはないわ。スイカ作るんでも3回ぐらいやったもん、最近も。いや、あれ、あんなポン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 早く動くもんな。無理やで。あかん。あかんか。つむつむもそうやけど、私そっち苦手やねん。今日は不作や言うて、もうやめるもんな。今日はスイカ取れんかった言うて。やっとん、あれから。やっとやっと。1個作れたら満足なんよ。うん。そうやな。2個はまだいかん？ダブルスイカ。いかんな。メロンまではいかん。あ、へえ。でもメロン1個しかできん。すごいすごい。2個は無理。なんかな、いっぱいまたな、ほう、言いたいことあってんで。うん。喋りたいことあってんけどな。忘れんねんって、すぐ。今日はね、うん、あの、お出かけだからね。はい。なんでや ?4 時に起きてん。早くね。うん。どうしようと思って。うん。いや、ほんで、LINE 撮ったな。あの、まあ、LINE したやん。うん、あの、LINE の通り、うん、私はすごく目覚めがいい。この前話した通り。うんうん、目覚めがいい朝やったわけよ。うん。で、すごい気分良くて。うん。ただの今。ははは。2時間後寝とって。2時間も寝とかな。いや、編集するわ。絶対やめたなるわ。え、だって朝から1本出したもん。質問募集の動画。あ、そうな。撮っとった？撮った朝。朝撮って朝出した。変態。いや、20秒の動画。うん。心にな。いや、これ、裏側言っていい？うん。質問募集の動画撮るから、うん、ボケて突っ込んでって言って。うん、アドリブしてって練習いるって言ったらいらんって言うから。うん、アドリブしてやらせ嫌やからな。うんうん、んで、私のシミュレーションとしては、うん、あの、最近心ボイパをするから、うんうん、じゃあ、質問募集します。質問書いてください。じゃあ、心くん、最近練習してるボイパをどうぞって言って、うん、で、心がボイパして、私がチキチキチーとか言ってふざけたら、心にしばかれるみたいな、動画を作りたかったよ、うん、私はな、うん。そしたら、あいつボケの方に回りやがって、うん、おっぱっぴー言うて去っていきやがって。いや、違う。そういう動画じゃなかったと思って、はい、ほんな予定よりちょっと短くなった、そう、そう
受ける。予定通りにはいかん。でも心、頭の中ちょっと古いな。いや、おっぱっぴー流行ってんねん、今。また。え、知らんの？知らん。え、おっぱっぴーは、全世代共通やし、うん、小島よしおは、その、なんていう、子供が生まれる限り、うん、何？子供受けするから。だから、6歳の子が卒業しても、6歳の子がずっとおっぱっぴー言うから。だからテレビとか YouTube で流れる限りおっぱっぴーなんや。で、正月地震が起こったけど、うん、なんか、イオンモールのイベントかなんかで、うん、小島よしおがおっぱっぴーですごい元気づけたみたいな。うん、子供たちが喜んで、やりよったんや。ある意味日本平和やな。そう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 。うん、いや、小島よしおが平和にしてんねん。え、世界を救うみたいになったけど。そう、TikTok に流れてきて、うん、それが心が今。おっぱっぴーな。おっぱっぴーや。え、なあみんな、見た？小島よしおさんのすごいよ。単一でな、読んで。50人ぐらいがおっぱっぴーしよう。すごい。あんだけ元気づけられたらな、人間国宝。そうなんや、うん。そのレベルか。すごいと思う。中学生でも受けるんだな。そう。で、そのレベルの方がさ、昨日亡くなったやん。うんうんうん。もう、国宝級の方が多いよね。日本。日本のコメディアンって。なんか今さ、不幸な話と結婚のめでたい話が。混在しとるよな。なあ、工作工作。昨日中丸さんな、今日か。昨日。そういう話は知っとんねんけどな、うん、アイドルグループとか全然わからなくてさ、うん、昨日インライかな、うん、スノーマン、うん、って言われて、うん、え、スノーマンかそんな歌手おったっけと思って、うん、そしたらあれやってジャニーズのそうそうアイドルやって、うん、全然知らん名前は知っとるでだだ私も分からんどの人がスノーマンか選びなさいって言われたら選べそう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 分からんさっぱりやわだって山田くん山田涼介山田涼介とか中丸くんその結婚した子とかのグループ知らんもん、うん、それはセクシーゾーンかなあへえあれ涼太くんなえ涼平成ジャンプの子があ分からんなんかスキャンダルが起こったみたいなのはこの前ツイッターで見たけど分からんマジ分からんよなアイドル分からんあと日本のドラマやばいもうな年やねもうほんまに年いや私分かる方やけど、うんほんまな、そこだけは分からんよな。アイドルとか。でもヒカルはさ、また違う路線を分かるやん。ああ、まあまあ。な、アニメ系とか声優さんとか分かるやん。私あれみたいね。ダンジョン飯。なんじゃそれ。ダンジョン飯って流行っとるらしい。なんかいい。男女、ダンジョン？ん？そうなんだ、耳で。で、今、袴羽織？え、二人羽織？二人羽織？の絵が出てきたよ。男女、男女で。ミミネの頭の中もどうなったのか分からへんわ。分かってねー。私の頭の中は寄せ集めやからな。寄せ集め？寄せ鍋みたいな感じ。特化してない。何でも入れちゃえみたいな。じゃあ私濃いからホルモン鍋やな。そう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 。油ひときたやろ。鍋で例えんな人。私は寄せ鍋。あっさりスープがいいな。ちょっと濃いか私。ポン酢で食べるんが一番いい。そうやね。なんでもな。じゃあ人生スカスカの人は湯豆腐やん。うん、そう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 。ぶなしな。最悪や。鍋で例えんな。今度私焼肉鍋してみようと思ってさ。焼肉鍋？なんか焼肉鍋のさ、タレみたいなのがさ、家にあって。何焼肉鍋って？なんか。焼肉味で食べる鍋の。焼肉味の。焼肉？鍋。焼肉味の鍋みたい。昨日見つけて私が買っとうねんけど、あったから。やってみようかなと思って。でもな、もうな、これあかんねん、包丁握られへんねん、マジで。そらそうやろ。普通に。左で切ろうにも絶対無理やしな。玉ねぎ1個、肉肉弁当の玉ねぎとピーマン切るんで、もういいってなる。ハサミで切ったもうここ入れずに。ああ。ハサミで切るしかない。なんてめんどくさい。キャベツそれかもうカット野菜を買っとくか、うん、切ったやつをジップロックで分けとくか、した方が、うん。朝からそれは無理やで。時間ある時にしとかない。そうやんな。な痛いんだ。鉄板外されて痛い。あと1ヶ月半やん。あれからもう2週間ぐらい経ったよ。でも先生さ、うん、次行ったら多分包帯外しはるで。先生適当やもんな。めちゃめちゃ適当やで。びっくりするで。めちゃ適当やで。まあ、私、骨折った時もあそこやったの。あ、そうな。適当な。え、みたいな。
テーピング自分で巻いといてって言われたもん。そうそうそう、これあげるからやっといてみたいな。そうそうかぶれへんやろ、大丈夫やろ簡単いいよね。でも町の獣医さんじゃない、町のお医者さんって感じ動物や、動物や町のお医者さんって感じでいいよね。うん、まあな、いいんだけど。そう、2つあんねん話。はい、どうぞ。あの昨日、うん、突然言われてん、うん、あの私、まあ、出かけるにはいろいろ不便やんか、うんうん、で写真がいるって言われて、動物の写真がいるって言われて、誰に？8時に7に、はあ、へ、どうやって印刷しようと思って、うん、もうコンビニに歩いていくしかないかなと思って。うちに送りんよ、プリンターある。え、あるん？あるよ、プリンター。あるある。あ、そうなん、うん、支部からプリンター持ってきてないからさ、うん、次からそうするわ。そうして、全然あるよ。いや、で、うん、やったやった、その対策、うん、あの過去のアルバム引っ張り出してきて、うん、昔のカートとかフィンの何写真探し漁って10冊ぐらい見たわ、うん、でなんと出てきたの、うん、姫路セントラルパークの動物たち、うん、撮ってんねんちゃんと撮って保存してんねん。だから、あ、キリンあるで、あ、ゾウあるでって言って全部出せて、あ、それを持っていった、持っていった。20枚ぐらい。夜の8時に言うな、だって前暮らしとったもんさっき宿題せえ。いや、宿題は終わらせて、はい、そうなん。まあアルバム見れて面白かったようちやったらお手上げ。でもう一個相談、うん、あのもう一個相談っていうか、コンビニ寄ってほしい、帰り、あの印刷するから、明日粗大ごみ の、うん、あの回収来てくれるから、印刷するその用紙貼り付けとく、そう、うんうん、よし、印刷しなあかんねん、あれ貼り付けなあかんね、うん、そうそうそう。でな、相談がな、うん、あの5点までしかダメって書いてあってネットでは、うん、でネット申し込みで5点だけ、何でもありの5点なん、そう、うん、いやでも何でもありじゃない、これを出しますってもうあらかじめ言ってんねんけど、うん、え、普通ってどうするの、電話して、うん、これとこれとこれがありますって言って、それとそれとそれの紙を用意するの、それとも5つ取りに来てくださいって言って適当に5つ用意して適当に出すの、普通はどうなの。いつも私ネット申し込みしちゃったから、私もネット。あ、そうな、うん。ママちゃんネットで申し込んだことないって言うから。うん。ネットやり。ネットで、で、どんなタイプの何をって選ぶのがあって。あ、言われるよ。選ぶ、選ぶ、選ぶ。んで、それの値段を、値段分、うん。どうしとったっけ？コンビニで買う？コンビニで買っとったかな。ああ。ネット決済じゃないんだね。うん。ペイペイとかでももらえるって言う。へぇ。で、私はどちらかというと、持ち込みが多い。持ち込みできる？持ち込みできん。持ち込みの方がちょっと安い。え、あの重量だけ、あの支部にもいっぱい捨てるもんあるやんか、うん、それを明日出すのは無理やねんな。だから明日ついでに持って帰ってもらうのは無理やな。オッケーオッケー、それ聞きたかった、うん、それ結構厳しいんだな今な。まだまだあんねん、減らないものが、うん、腐った竿とか釣り道具よう私ら行って唐突に行って、うん、釣り竿買って釣りしよった、うんうんうん、で手入れせずにサビサビやろで、中にはさ、そういうのをボキボキ折ったり、ちょきちょき切ったりして、ゴミ袋に捨てるって人もって、うん、いや、それ、いいの？え、ありやで、それ。あ、そうなの？うん。ゴミ屋さんの知り合い曰く、袋に入れてくれたら何でもいい。ああ、じゃあ、敷布団。可燃不燃は分けなあかんけど、敷布団2枚ちょきちょきするわ。ちょきちょきできるんやったらしてもいい。するする。ただ、めんどくさい。めんどくさいな。やるやる。綺麗になったらそれでいいから。うん。燃えるか燃えないかだけの話。です。はい、ありがとうございます。はい、高速乗ります。はい、乗ってください。あの、私、目がガチャピンになったら、ここ叩いてな。パーン、うん、チョップして、こう、カーンって。喋りかけるわ。うん。もう、あの、わけわからん話を。余計眠なるやん、それ。わけわかる話にして。脳を活性化させて。はい、行ってまいります。はい、行ってまいります。